さんどうも、サリファ、どうもです。いつもともさをご覧いただきありがとうございます。本日は、隔離生活中で食事の選択肢で毎食4択なので、限られてるんですけれども、今回は、夕食はキャンセルして、グラブとフードパンダを使って、外から注文してみたいと思います。普段タイで生活してる時、特にロックダウン期間中とかは使ってたんですけど、ホテルでもちゃんと届くのかっていうのと、初めてタイにいらっしゃる方もいると思うので、アプリの使い方なんかも少し説明しながら夕食を注文してみたいと思います。じゃあまずは、じゃあ携帯の画面を見ていただきながらやりたいと思います。 iPhone なので Apple Store 開くんですけど、 Apple Store でフードパンダからいきましょうか。フードパンダっていう風に打ちます。そうすると、2番目のところにフードパンダっていうのが出てくるので、ダウンロードをします。で、私もダウンロードしてあるので開く。で、そうすると画面が出てきますので、まず配達先、私今自宅になっているので、ここに新しい住所を追加っていう風にやります。この検索画面のところで、グランドセンターポイントスクミット55という風に打ちます。で、ここで検索をかけると、選択されたロケーションになりますので、これで発送先については完了です。で、その後、何か注文してお店を選びます。いろいろ選択肢があって、ピザとか、あとはバーガーなんですけど、あとはメキシカンなんかをよく頼んでるんですけど、今日は、アルノスというところで、バーガーを頼みたいと思います。デリバリーの中ではアルノスのバーガーが結構好きなので、今回もカリフォルニアンバーガーを注文してみたいと思います。焼き加減はミディアムレアで、もっとスパイシーで、で、このブルーチーズがすごい美味しいので、ブルーチーズにしてみます。で、あとは、野菜を取るために、ミックスサラダ。何かアレルギーとかがある場合は、この一番下のところに書いておきます。で、一番下のアドチャートのところを押して、そうすると、今すぐで、35分かかりますっていうのが出てくるのと、あとは料金が出てきて、もともと180バーツなんですけど、値引きで、18バーツ安くなっています。で、支払いと確認を押すと、グランドセンターポイントオンローンに配達。で、支払い方法は、今回は、ちょっと現金で試してみます。本当だったら自分が下に行って払わないといけないんですけど、これ払っといてもらって、自分がその現金を渡すのか、もしくは払っといてもらってサービスチャージ込みで、チェックアウトの時に払うのかっていうのは、ちょっと確認してみたいと思います。注文するときに、回数と会社名と、ライダーへのメモ書きみたいなのがあるので、何階にいるのかと、部屋の番号を書いて、保存して続けます。で、これが終わると、注文できる画面になるので、で、最後にここの注文というボタンを押すと、これで、注文ボタンを押すと、注文。突然 iPad の不具合で、音声が止まってしまいましたが、これで、フードパンダでの注文は終了になります。グラブで注文してみたいと思います。まずはアプリでグラブを開きます。普段はトランスポートを使うんですけれども、隣のフードを押します。下に、スクロールしていくとお店があって選べるんですけど、フードパンダで、ハンバーガー頼んだので、今度はグラムというお店で頼みたいと思います。グラムは、パンケーキが有名なお店で、ストロベリーとか他の味もあるんですけど、私はプレーンが一番美味しいと思うので、このオリジナルをバスケットに入れます。先ほどのフードパンダと一緒でアドニューっていうところを押して、グランドセンターポイントスクンビット55を押します。で、このノートゥードライバーのところに部屋番号を書いておきます。ここは登録名なので ASQ としていきましょうか。 ASQにして登録にします。続いて、今回のグラブはクレジットで払うことになっているので、そのままで大丈夫で、プレイスオーダーに行きます。そうすると、あと10分から15分ぐらいで来て、あとはドライバーさんの情報が出てきます。フードパンダもグラブもそうなんですけど、運転手さんから電話が結構かかってくることがあると思うので、その場合はホテルの人に名前とホテル名を言って、あとはホテルのフロントの人に通訳してもらえば届くと思います。それでは、到着を待ちたいと思います。注文したもの届きましたので、食べてみたいと思います。まずはグラムっていう、パンケーキ屋さんから来たパンケーキです。こんな感じです。結構おすすめなので、バンコクに。こちらがバンコクです。はい。はい、シリ。
ありがとう、大丈夫です。もうご丁寧にありがとうございます。じゃあ続きまして、アルノスのバーガーです。とこんな感じで入ってます。であと注文したサラダがついてて、であとドレッシングとあとケチャップがついてきます。でまあ温かいうちに食べた方がいいと思うので早速食べたいと思います。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。うん、こんな感じで、アルノスは結構熟成肉が有名なお店なんですけど、お肉にしっかり味がついててすごい美味しいですね。結構強めのブルーチーズですごいお肉に合うのでいつも一緒に頼んでいます。でアルノスは結構チェーン店で、ね、バンコク市内には何店舗かあるんですけど、本店がすごい雰囲気もあってお肉も美味しいのでぜひおすすめしたいと思います。ちなみに今日デリバリーしたお店はトンドンの13にある店舗からデリバリーしています。普段だったらデリバリー結構時間かかるんですけど、今日は待ち時間15分ぐらいできました。で先ほどの実験で分かったことは、フードパンダはキャッシュ払いにしてたんですけど、キャッシュをフロントの人に払ってもらって、その後チェックアウトの時にチャージっていうのは受け付けてもらえなくて、基本的には頼んだ本人がキャッシュ払いになるのが基本だそうです。ホテルとしてはクレジットカード払いを推奨しているっていうことでした。自分は、このフードパンダに頼んだ、このアルノスのバーガーについては、これを運んできてもらった時に代わりに、椅子にその金額分を椅子に置いといて、立て替えてもらった分返金っていう形で先ほど現金で支払いました。なのでもしクレジットカードとかがない場合は、事前にタイバーツのキャッシュもある程度持ってから来るといいかと思います。それでは続いて、グラムのパンケーキ食べたいと思います。美味しいですね。久しぶりに食べましたけど、どっちかっていうと、生地がしっかり系のパンケーキに生クリームが挟まってて、めっちゃ美味しいです。めっちゃ美味しいです。めっちゃ美味しいです。私結構甘いものが好きなので、普段はそんなに完食しないですし、甘いもの食べないですけど、やはり久しぶりに食べるとめっちゃ美味しいです。まあ、隔離期間中ほとんど運動しないので、こういう甘いものばかり食べてると太っちゃうんですけど、まあ、今は外に出れるようになって毎日30分以上運動してますし、いろいろなものを我慢しすぎると逆にストレスも溜まってしまうと思うので、たまのご褒美にこういうデザートを頼んでみるのはいいのかなというふうに思っています。本日は、ASKホテルからアプリを使って、デリバリーをしてみたんですけれども、本日はいきなり、サプライズでタイで車の相談窓口をされている佐藤さんから、この肉ティーとおかきさんのローストビーフの差し入れを、サプライズでいただきました。本当にありがとうございます。その他にも、上司だったり、あとフィジオクリニックさんだったり、たくさんの、差し入れをいただきまして本当にありがとうございます。おかげで隔離生活中の食生活っていう ところは、とても充実したものになりました。じゃあそれではちょっと早速なんですけどいただきたいと思います。めっちゃ美味しいですね。ジューシーでめちゃめちゃ美味しいので、ちょっとこの続きは、白米を注文して白米と一緒に食べたいと思います。本日も動画を最後までご覧いただきありがとうございます。で本日の動画良かったっていう方はいいねを、またタイ好きの方や旅好きの方、今後タイにいらっしゃる予定の方もぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。サディカップ。